これの中にさ、これ入る。これかっけえな。これいいじゃん。どんどん入れていこう。もう安い。じゃあこれ買います。これ在庫切れだ。何ネットだったらあるわけでしょ。今展示品がね、はい、買いました。お会計の予定は。次々に現れる高額キャンプギアにビビりながら、徒歩キャンプに向いている、コンパクトで収納しやすい安価な商品を中心にセレクト。果たして残りの商品も合わせて10万円に収めることはできるのか。それでは後編スタート。次はナイフかな。巻き割りとかにも使えるナイフが欲しいんだね。これはいいナイフ。わかんない。そうそうじゃない。これすごい有名。めっちゃ名前聞くよ。名前は、そろそろ大きいの欲しいなと思ってたんだよ。これ何、このクライ、クライマス、クライマル。これは別に違うよ。ポケットナイフ。君たちが持ってるやつなんだっけ。なんだっけ、あれ、あれだ、あれだ、あれだ、あれ、あ、あんじゃない。あると思う。それだべ。あ、これ。そう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 。色ってもうこれでしかない。そうですね。今こちらにも同じのがあって、オレンジとかあったと思うんですけど、今全部あるのはこっちでしかないですね。どの他に巻き割りに使うっていう、巻き割りだとちょっと他のことに言うと、そうですね。それじゃあ買います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、何が必要だ。テーブル見ようか。一人用テーブル。テーブル用ります。これも軸。ただちょっとこれさ、もっと高めのやつあるじゃん。トントントンする感じ。そうそうそう、あのタイプじゃないとちょっと気がない。もう安い。2700円。各メーカーを見て回るが、コンパクトなテーブルが見つからず。なんかさ、テーブルじゃないよ。銀のさ、わかる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 。あれもずっと探してんだけどさ、ない。見つけた？いやなんかね、形としてはこれな。このサイズになります。なるほど。これもね、ただ銀のやつがないんだよな。銀に関わるとちょっとこれ、ちょっと可愛くない。でもゆるキャンにあるよ。まあね。ないのかな。またしても色が好みじゃないと顔を曇らせる。あまりこの色しかない。そうです、もともとこの色しかないですね。組み合わせ的になんかアルミの銀のタイプじゃない。あります、あります。スノコとこのタイプもあります。うちにあるのは今これだけ。そういうこと。うん、足がないやつスノコだったらありますけど、テープタイプですよね。しばらく店内を回るが、欲しい商品が見つからず、この企画において絶対に言ってはいけない言葉を口にしてしまう。だってさ、ネットだったらあるわけでしょ。何のために来たの。言っちゃいけないことです。まあ、じゃあとりあえずカードに入れようかな。あ、オッケーオッケー。あの色のね。あの色のやつね。はい、カードに入れよう。はい、わかりました。あれ、あ、これさ、これいいじゃん。え、作るじゃん。作るやろね。え、しかも俺の求めてたやつじゃないの。求めてた、まあ、値段的にもまあちょっと高いけど、高いけど、もしかして今日唯一買うスノキこれ。あ、でもこれすごい強そう。スノキだよ。これだってさ、強い強い。折りたためる。折りたためる。どういう、え、これ買います。買う。これ買います。買う。まさかの、まさかの商品変更。もうこれカードに入れます。机部門にこれが。次はなんだろうな、食器系かな。食器系、うん、ナイフとかフォークとかその辺を見に行く。ああ、なるほど。クッカーってやつだな。これさ、さっき買うやつとか一緒に収納できますか。あ、やっちょうだった。借りてきました。ガスボンベ入る。おお、すごい。なんかもうじゃあこれ買います。これカードに入れます。はい、あのガスが一緒に入るんですね。一緒に入る。はいはい、かわいい。この辺いいね。この木のね。うわー、ガマジっぽい。ガマジっぽいな、これ。先に行ってくる。マジ。いや、これアマジで木のぬくもりはいいよ。あ、
ングアップをな選び出すとキリがねえんだなこれ。うわシャレゲー、あーもうアマジだそれ、シャレ安い1300円、いいじゃん。これがいいかな。どれ、え、なんか遠いじゃん。怖くない、クマ出没注意みたいな。あこれにしよう。カトラリーケースが欲しいですけどね。もうすげえ、モナイト3点ずつじゃん。モナイトに包丁3等間切りがついてるでしょ。すげえ、え、一番コスパ高いのここじゃん。まさかのコスパいいのここだったって。それじゃん、最強じゃん。見つけたけどこれ買います。ヒューマンギア、ヒューマンギア、ヒューマンギア、人間歯車。グングルっぽいこれ、かっけえな。かっこいいな。それハウマッチ、うわどれ35、うまあまあだな。ちょっとなんかあんまり聞かれねえな。こんだけあってここしかないんですよ。これ2勝かな。これ買います。もう終わったんじゃない。うん、結構買ったよね。とりあえず商品を全部選んだんで、どんどん入れても。およっ、いいの、出せ、好きなもんかい。めんどくさい、めんどくさい、これ出すな。ようやく全てのキャンプギアの選定が終わり、実際に購入する商品をピックアップしていく。なんやかんやコールマン多くなったね。コールマン好きになっちゃうなこれ。コールマン大好きおじさんに来た。自動でやつマジでコールマンじゃん俺。1,2,3,4,5,6 あと1個でコールマンってドラゴンボール。憧れのスノーピーカーからすっかりコールマン愛好家へ。しかしこれが災いをもたらし事件が発生。スノーピークが在庫切れだ。何？メーカーも在庫ないって言ったから。ロゴス。間に合わせロゴス。間に合わせロゴス。言い方やめえよ。間に合わせロゴスのあのカプセルを畳めるやつを買います。コールマン愛好家になったアマジをまるで拒むように在庫切れのスノーピーク。だが事件は終わらなかった。今展示品がね、ない。なくなった。え？どうでした？さっき売ってたものがね、在庫切れになっちゃいました。いやね、やっぱ在庫はね、どこの店も売ってないんで。ネットで買います。買いました。必要だし。結構やっぱカゴに詰めていくと買ってるね。爆買いじゃん。電気使うぞ。9秒回したよ。うまさ、札幌一番塩ラーメン、いい匂い。